ああ、飼ってる。具合悪そうだね。寝た方がいいんじゃない？寝れないの。体はすごく疲れているのに。本当に一緒に戦っていく気はないの？戦うのがそんなに嫌？嫌だよ、怖いし。のんびり笛でも吹いてる方が気楽でいいよ。嘘よ、私を助けて戦ってくれたじゃない。怪我したりするのは嫌なんだ。バカバカしいじゃない。私たちがバカだっていうの？別に、あわよをバカって言ったわけじゃ。言ったわよ。他人のために戦って怪我するのがバカみたいって言うんでしょ。ごめんなさい、訂正します。戦うことはバカバカしくありません。その態度がバカにしてるって言うのよ。だから言っただろう、そんな臆病者役に立たない。君はエドワルドだ。はっきりしたろう、こいつは俺たちとは違う。戦う意義を知らない。誇りよりも命が大事なんだろう。アーヤを助けたことには感謝しよう。だがそれだけだ。アーヤだってお前を助けて危ない目に遭ってる。貸し借りはなしだ。ごめんね。どこにでも行っちゃいなさいよ。おい、アーヤ。アーヤ。触らないでよ。何でもないわよ。これくらいで。アーヤ、まだあの傷が治っていないのか。ちょっと傷口が開いちゃっただけよ。どうしてそんな。俺たちは命を懸けてあの方をお守りする。理由なんているか。こんな時に心配するな。シグムント教は俺が守る。僕、シグムントさんを呼んできます。よせバカ野郎。これは。どうなんだ、おい。一旦傷は塞いでおいた。でも治ったわけじゃない。治ってない？血は止まったんだろう。どういうことですかな。普通の傷じゃないな。対処療法は現実的じゃない。体力が持たないだろう。よく今まで歩き回れたもんだよ。どうすれば。これはルナグラムを使った一種の呪いだ。ここでは治療は無理だ。じゃあ治せるところへ向かいましょう。どうしたんですか。俺たちの目的は青の鎖の破壊だ。だから。この国の民は消耗しきっている。鎖の破壊をこれ以上遅らせることはできない。仲間なのに見殺しですか。ああ、仲間だ。だからこそ置いていくしかない。戦いの足を引っ張った時一番傷つくのはこいつだ。こいつのためにも鎖を破壊しなくてはならないんだ。エド君の言う通りだよ。僕たちの戦いはそういう戦いだ。この近隣にモンタナという村がある。ございますな。
確かブルガスのオーネロに縁の深い村だったかと。アーヤはモンタナまで連れて行き治療する。おい、これ以上鎖の破壊を遅らせるわけには。カペル君、君に連れて行ってもらいたい。な、シグムント。僕ですか。待ってください、こんな奴に任せられません。エド君、俺に任せてください。モンタナ村にアーヤを置いてシグムント様にすぐ合流してご覧に入れます。鎖の攻略はどうする。君を信用している。アーヤを任せる。この臆病者が引き受けるわけありませんよ。任せられません。断らないだろ君は。そうですね、僕行きます。モンタナ村に。おい、悪いね、うちの大将はこの通り身勝手でね。よろしく頼む。はい。これを持っていくんだ。いりませんよ剣なんて。ブルガス王から授かった剣だ。王家の紋章が塚に彫り込まれている。身の証だ。でも使うかどうかは君に任せる。不要だと思えば使わなければいい。わかりました。アーヤを頼む。はい。こんなの聞いてないよ。次から次へと。もしかして軽く何かに取り憑かれてない？もう仕方ないな。ここだよね。ずいぶんとっちらかって。そこまでだ。手を挙げろ。僕はルカ。私はロカ。この村一番の獣使いだ。召喚しよ。略奪なんかさせないぞ。おとなしくお縄につけ。ねえ、
どこか休めるところを教えてくれないかな。痛い。何するの。バカ、こいつ山賊なんだぞ。そうだった。あのね、お兄ちゃん今忙しいんだよ。このお姉ちゃん病気でね、早く手当てしてあげたいんだけど。病気なの。うん、休ませてあげたいんだ。騙されないぞ。参ったな。ん？ロカ、大変だ。この人シグムントだよ。英雄様だ。間違いないよ。そうね。ごめんなさい、シグムント様。ごめんなさい。あの、僕カペルって言うんだけど。カペル？バカだな、ロカ。お忍びってやつだよ。嘘の名前を使わなきゃいけないって決まってるんだ。そっか、お忍びか。とにかく休めるところを教えてくれない？うん、いいよ。よかった、ありがとう。ついでにオーネロの新刊さんも紹介してほしいんだけど。いないよ。連絡つかないの。連絡つかない？行方不明なの？とりあえず僕らの家に来てよ。うちで休むといいよ。ありがとう。行こうのか。ママに英雄様が来たことを知らせなくちゃ。知らせなくちゃ。お邪魔します。カペル、こっち。ありがとう。で、新刊の話なんだけど。それは私からご説明いたします。お願いします。我々コモネイルの守護者がハイネイルだとするならば、オーネロはハイネイルの守護者です。東方を守り、この村を守護するのは青龍。彼らに寿命はありません。年老いるとオーネロは転生を行い、古い体から新しい体に生まれ変わるのです。へえ、すごいな。青龍もついこの前転生を行いました。僕のパパ、青龍の新刊なんだ。すごいでしょ。うん、割と。ごめん、続けて。転生につけ込んだのでしょうか。先日、村と青龍の住まう祠がシールに襲撃され、祠は制圧、青龍の気配も消えてしまいました。死んじゃったのかな。転生に立ち会った主人も帰ってきません。鎖のため今は都もそれどころではないらしく、途方に暮れておりました。うん、僕も途方に暮れちゃいました。ねえカペル、祠に行ってパパを助けて。カペルは英雄様なんでしょ。パパ言ってた、総竜王の剣を持つ勇者がシールをこの国から追い出してくれるって。だったら祠に行くくらいわけないでしょ。お願いだよ、パパを助けて。まあ一応言ってくれるんだ。私たちもついていくよ。ダメだよ、危ないよ。大丈夫だって、英雄様が一緒なんだから。あのね、迷子になんないように案内してあげる。私からもお願いします。お母さん、
正気ですか？よろしくお願いいたします。準備があるのでこれで。どうしてこうなっちゃうんだ。困ったな。いつもの頼むよ。ロカ、今行く。パパ。ひどい。ルシー。誰だ。ランブラッド様で覚えとるぜ。まだ気流の芋が噛みついてる。そんなことのために。命はもらうシグムント。僕はシグムントさんじゃない。そんな嘘に騙されるか。シグムントさんなんかじゃない。でも僕はお前は許さない。
ぞ解放してくれた。リリュウカ、我が殿、我がしもべよ、そなたを巻き込んでしまった。セイリュウは悪くない。悪いのはシールだもん。ルカ、ロカ、お前はカペルというのか、少年よ。はい。これを持って行くがよい。これは？アママリスタ、我が力の結晶。そなたの友はそれで癒されよう。え？アーヤのことを、なんで？お見通しなんだ。参ったな。アマリスタをもらうのってすごい名誉なんだって。パパが言ってた。月の力が歪められている。なられどこの地を守るのが我が使命。離れることは叶わん。持って行くがよい。夢を通して私はお前と世界を見よう。お前の戦いに力を貸そう。それよりお前の敵は私の敵だ。敵とか味方とかそんな物騒なのは。青龍のお願い聞いてあげて。でも英雄様じゃないって分かってる。青龍が教えてくれた。カペルはカペルだって。だったらお願い、パパの代わりに。仕方ないな。そうですか、主人は。はい。神官として戦い果てたのなら、私は主人を誇りに思います。青龍も感謝してるみたいでした。さあ、アーヤさんを。はい、お願い、元気になって。わあ、消えちゃった。うん、アーヤ、いろいろ親切にしてくれたルカとロカだよ。ルカだよ。私、ロカ。面倒かけちゃったみたいね。いろいろありがとう。カペルもありがとう。僕もシールと戦う。パパの仇だもん。シグムントのところに連れて行って。ちょっと僕たち強いんだよ。カペルなんかよりずっと役立つんだから。お母さん、止めてあげてくださいよ。戦いに行くことの意味分かってるの？困ってる人を助けるんでしょ。アーヤさん、私からもお願いします。この子らを連れて行っていただけませんか？ダメですって、お母さん。この子らが主人の敵討ちだけを口にするようなら止めるところですが。そうでなくても止めてくださいよ。この子たちなりに父親の代わりを務めるつもりなのでしょう。きっとカペル様を見てそれを学んだんです。そういう解釈をしないでください。わかりました。二人のことは私に任せてください。アーヤ、あなたはどうするの、カペル？僕は一緒に行こう。私たち仲間でしょ。分かったよ。シグムントさんに剣も返さないといけないしね。
ありがとう。